ました、このご長寿番組。そうだよ、ご長寿番組だよ。え、MC は私小池美優です。はい、そんな感じで、今日はあれが映んないんで映った気分でやります。そうで、映ったら映ったっていうね。じゃあみんなも映ったら映ったって言って、はい、そんで、では今日の T シャツの色を発表したいと思います。なんと今日は赤でした。おめでとう。今日赤い T シャツ着て遊びに来た人はなんかいいねって感じです。はい。そしてですね、前回の放送から2週間が経ちました。この2週間小池に何があったのって聞いてください。何があったの、何があったかって言いますと、なんかね、いろいろあったの。そう、だけど今日もだから小池はね、じゃーん、日記にしてきました。じゃーん。10月3日、今日は新木場に遊びに行きました。何しに来たかって言われたら、ライブだよ。大きいステージでライブをしたから、もちろん飛行機を飛ばしました。終わりあの歌娘スーパーライブに行ってきたの。おー、なんかね、すごい広いとこだったよね。どんぐらい、何メートルぐらい？20メートルぐらい。あ、10月じゃない、11月。間違えちゃった。じゃあ足す1しといて、ここみたいな各自で。そうで、行ってきたの。でね、あのすごいね、小池実はスーパーライブ出るの2回目で、前に出たのがいつだっけ。5月か。そう、5月にね、1回出たので、その時はあのね、外のステージで、あー、私もね、いつかああいう大きいステージでやりたいなと思ったらね、なんだからね、言ってみるもんだなって思って。そう、だからみんなもね、あー、きっと無理だろうなって思って、言ってみるといいよ、案外なるよ。そう、おー、をいつも小池飛ばすんだけど、あのなんで紙飛行機飛ばすかっていうと、小池のチラシをね、みんなに渡したいんだけど、あのステージ大きいとこだとね、あのこの手の距離とこの距離が合わないじゃない。だから飛行機にして飛ばすの、いつも小池めっちゃ飛行機飛ばすのうまいよ。基本的に上だよ。基本的にいいんだよ、上で。あのね、あの上に飛ばしたいから。あのね、天井のよくさ、学校のさ、天井のさ、体育館のここでさ、ボール引っかかっちゃって、あー、やべえ、投げすぎちゃったみたいなやつあるでしょ。ああいう感じになりたいから、紙飛行機の上の方に飛ばして、あー、引っかかっちゃったぜみたいなのがやりたいの。だからいつも小池はみんなにもうチラシあげたいけど、上に引っかかりたい気持ちもあるの。そう、なかなか引っかかんないね。なかなか引っかかんない。そう、そんな感じです。終わり。そう、あ、これそう。そんでね、今日あの朝ね、え、みんなさ、知ってた？年賀状ってコンビニで買えるんだよ、知ってた？え、本当に知ってた？え、小池、今年まで知らなかった。あの年賀状、あのおせちとかクリスマスケーキがコンビニで買えるのは知ってたけどね、あの年賀状買えるの知らなかったよ。小池いつも郵便局で買ってたもん。まあ、買ってたって言ってもね、そんな感じですけど。はい。あのね、そう、そんでね、年賀状でね、小池思い出したんだけど、実はね、去年小池年賀状記録を更新して、なんと去年年賀状0枚だったの。すごくないこれ。いつも、そう、来たのが、そう、あの小池いつもあの人からこう、なんで笑うの？なんで笑うの？あの年賀状ってさ、人から来なくても、あの前お洋服買ったとことか、前頼んだ通販のとこからとか来るでしょ。それすら来なかったの。そう、これは記録更新したなって思って。けど、あの今年は、あ、映ったって。映った。みんなもピースして。映ってる。
この番組は小池と恵子です。小池美です。よろしくお願いします。って感じで、今日もなんかいろいろ喋ってるので、あ、こんな感じかって聞いててください。はい、そう、そんで今ね、年賀状の話してたの。今、コンビニで年賀状を買えるっていうのが今日今朝知ったって話をしてね。でね、もうみんなはしちゃったからリアクション取りづらいだろうけど、あの、なんと今年年賀状小池0枚だったの。そう、あい、みんな、そう、みんなは一回聞いてるからね。何とも言えないだろうけど、でね、けどね、今年はね、小池0枚だったでしょ。けど来年は年賀状ね、来る見込みがあるの1枚。どっからだと思う？だってね、去年ね、大学入って1年目だと、学校から来るのね、普通。なのに小池とかは来なかったの。だからなんで来ないんだろうって思ってて。でね、けどね、今年はね、来る見込みがあるの1枚。ね、どこかっていうとね、小池来年成人式なの。でね、成人式振り袖を買うじゃない。で、振り袖買うとさ、住所書くじゃない。絶対さ、成人おめでとうみたいなさ、年賀状来るよね、振り袖屋さんから。で、だから小池1枚は今年絶対もらえるの。あと何枚もらえるかって話。そう、年賀状ってね、みんなもらう年賀状。あ、もらわない。え、0枚組。え、0枚いたよ、ここにも。え、去年年賀状何枚もらった？みんな何枚くらい？0、0、2枚。あ、2枚。何枚だった？10枚だって。見て、10枚だって。え、10枚以上もらった人。何枚？15枚。何枚？12枚。え、15枚より上の人。え、何枚？もう数えてない、もう10枚ぐらい。もう話したくない。50枚もさ、え、それ元旦に来たけ？いや、会社に来てるやつだ。何、会社に来たけって話してたけど。すごいね。え、待って、50枚よりもらった？あ、多分50枚より50、今同じぐらいだと思う。流行ってんのかな。え、みんな送ってくれる？小池に年賀状。え、なんで、え、どこに送ったらいいんだろう。事務所に送ってくる。武蔵ビル。事務所、武蔵ビルだよね。武蔵ビル B1 に送ってくる。そう、送って、みんな、え、合ってるよね。そう、武蔵ビル B1 に小池の年賀状送ってください。お待ちしてます。そう、10枚ももらったらさ、年賀状って返さなきゃいけないんでしょ。返してないのに50枚ももらえるの。なんだろうね。ちょっと自慢だよ、自慢。え、それ今年いっぱい自慢していいことだよ、50枚もらったって。大人は50枚ももらうものなの、年賀状。10枚、どんぐらい、ん、え、0枚でしょ。0枚がいるからちょっとホッとするよね。そう、けどね、小池のお母さんお父さんに来てる数も5、6枚だから、やっぱ少ないもの。え、なんで笑うの。なんか50枚でもメールは来るよ。え、小池には来ないよ。え、待って、みんなさ、明け嫁メール来る？来ないよね。え、来る人。待って、じゃあさ、明け止めメールみんな何通ぐらい来る？何通来る？去年何通ぐらい来た？来ない？あ、来ない、よかった、いいね。好感持てる。え、明け止めメール何通ぐらいもらった？みんな来た？あ、来た、好感持てるね。来た人。え、何通ぐらい？3通。うん、まだいいだろう。何通？4通。え、4通より多い人。お、チャンピオンじゃん。え、そう、あ、え、5通だってさ。
こいつ、え、出せば帰ってくる、出すんだみんな、え、明け埋めメールみんな出す、出す人、あ、好感持てるね。え、けどさ、明け埋めメールって誰に出すの。え、誰に出してる明け埋めメール。え、友達と、あ、友達か。そうだよね。あのね、小池ね、最近携帯を変えたの。そしたらね、お父さんとお母さんとっていう感じになっちゃって、メールアドレスが小池変えるでしょ。変える時に、なんだっけ、結構もう小学校からずっとアドレスと同じで、あれがダメになっちゃったから、携帯変える時にこの写さないで、そのまま自分で手で入力したの。でね、こうやって入力してみたんだけどね、小池のアドレス帳今10件も入ってないよ。え、みんなアドレス帳何件入ってる。はい、分かんない、え、そんな分かんない、え、待って、アメブロとかはダメだよ、入れちゃう。ツイッターとかも入れちゃダメだよ。あ、時間は大丈夫。時間は何時までこれやっていいんだろう。あ、いないやん。伸ばし終わるまで、終わるまでやっていって。じゃあ終わるまでやろうか。そう、え、じゃあみんなアドレス帳どれくらい入ってる。300、300人とメールしますか。しないですよね。あ、もうちょっとこの話やめようと。そう、今日は小池のことをみんな、ね、今月は11月だよ。小池は何を考えてるかなクイズっていうのをね、ライブでやってるの。けどね、みんなの正解率がすごく悪い。全然みんな小池のこと分かってないようなので、今日はこの番組で、あ、小池ってこんな感じのこと考えてるのか、あ、もっと小池のこと知ろうって思うようなことをやりたいと思います。そう、まず11月だよ、小池は何を考えてるかのクイズが分からない人がいると思う、いるかもしれないので、実際に今からやってみたいと思います。なんでみんな何考えてるのかなって一生懸命考えてください。それでは、よーい、はじめ。6秒間です。
よーい、始め、はい、みんな出た A A A C A A C E A A B A A 正解は A のさつまいもです。はい、外れた人多い。何だと思った C の山芋、けど山芋も好きだからいいよ。なんだと思った？し、なんで山芋みんな？そう、え、けどね、小池のランキングまた変わったよ。そう。そう、あ、4位はね、昨日ね、ブログに書いたんだけど、みんな4位なんだか分かる？小池の好きな野菜ランキング4位。レンコン。レンコン、あ、いいね、レンコンだよ。みんな分かった？あ、分かんなかった？分かんなかった人？ちょっと。見てください。ではみんな、今日このちょっと問題やって、あ、小池こんなことを考えてるのかってなんとなく分かったと思います。なので最後にもう一回やりたいと思います。11月だよ、小池は何を考えてるかのクイズ。これみんな正解してね、いいですか？
結構大きくなった。どくらい？え、カメックスじゃん。そんな感じ。カメスクの話終わり。はい、ということで、あで、みんなさ、見てた。あ、見れないんだ、みんな。今日みんな見れないんだね。こんな感じだよ。はい。そう、こんな感じ。よかったね。そういうわけで、ではでは、そろそろお時間が来ます。そう、今日縮小版だからね、30分の。あと5分。あと5分だって。あと5分、何喋っていいかな。あ、そうだ、小池ね。あと5分喋ることあるの。あの、実はなんと私、小池美優が舞台に出演することになりました。なんと、11月19日から25日まで全9公演、舞台版マイチングマチコ先生第2弾に出演します。マイチングマチコ先生知ってる？知ってる人？おー、みんな知ってたね。あー、そう、それでね、なんと前回は小池舞台版のオリジナルキャラクターをね、第1弾の時やったのだけど、第2弾なんと私小池美優は金蔵の役をやります。そう、みんな金蔵わかる？あの、こんな感じの人。そう、それやるから、つまり小池男の子の役なの。おー、そう、だから皆さん楽しみにしててください。そんで明日は、そう、チケット販売イベントがあります。舞台のチケット販売イベントがあって、明日9日早稲田レモンスタジオで何時かな、18時からあります。なので皆さん早稲田駅来て、階段登ってすぐこっち行って、自販機の横こっち行くとすごいレモンスタジオだから、みんな遊びに来てください。絶対に行く。そんな感じでね。そう、そんで今言ったんだけど、19日から25日までが舞台の本番になるので、次回の小池と恵子の放送はお休みです。で、だから次の放送が12月13日の金曜日になります。なので皆さん遊びに来てください。絶対に行く。はい。小池の方が早かった。で、みんなさ、今度さ、小池がこれやった時、小池より早く言えるようになってみて。小池めっちゃ早いから絶対。小池自己紹介超早いよ。小池めです、ほら。ね、自分の名前こんなに早く言える人あんまりいない。あ、待って、2文字の人はダメだからね。3文字もダメだよ。5文字以上の人しかバトルしちゃダメ。そう、そんな感じです。なんで12月13日まで公演の放送はないので、みんな間違えないようにしてください。以上。そんな感じ。今日は放送がね、ちょっと遅くなっちゃったから、みんなごめんね。みんなも謝って。せーの、ごめんなさい。はい、いいですよ。いいよ、全然。はい、なんで皆さん12月13日